選考委員特別賞を受賞されました宇野明さんです。仕事をしているのは、イラストレーターという職業で、ですから演劇の仕事をしている時も僕はこれは一種の演劇的な空間の中のイラストレーションだっていうふうに思っていることにしていたんですけども、でも本物のその演劇を対象にした賞をいただけて、その演劇でもちょっとそのプロと言っていいんじゃないかという気がしてきているところです。先ほど言われたんですけど、寺山修司の戯曲で僕は何十本とお芝居を作ってまして、今回の今回のっていうか受賞の対象になった唐さんのお芝居もキム・スジンさんという演出家が演出をしてくれているんですけども、そのキムさんがつい最近まで寺山ものをやってくれてまして、それもとってもいい演劇だったと思うんですけど、寺山さんで賞をもらえないのは何だろうっていう、なんか俗説があって寺山修司は賞の対象にはならないっていう、そんな話が あるんですけども、今度もし生きてるうちにいただけるとすれば寺山ものでいただきたい。1分喋っていいっていうことなんですけど、まず1分っていうのが役者じゃないんで、こう自分の感覚としてわからないんですよね。誰か止めていただけば、とにかくこの賞の対象になった唐さんの戯曲、それから、渡辺恵里さんの戯曲、それから演出家としての渡辺恵里さん、それからキム・スジンさん、唐さんのものを演出してくれたキム・スジンさん、ありがとうございました。選考委員の方々ありがとうございました。僕は演劇に関わったのはもう50年以上経つんですけれども、やっぱり演劇でもちゃんとギャランティーを請求できるなっていう感じを今日この賞をいただいて思いました。ありがとうございます。なんか1分まだいろんなものが好きで、先ほど控え室で、加藤武さんの横にいたんで、僕が最初に見た文学座の演劇のお話をして、杉村春子さんが富島松五郎っていうのを松島富五郎っておっしゃって、間違ったセリフで、それで平気で通されたっていう見たっていう話をしたら、それは珍しいねっておっしゃって、だから芝居を見てる歴史は随分もう、70年ぐらいになりますけど、とにかく賞をいただいた会見にはいろんなスタッフの助手の人とか、お金ももらわないで手伝ってくれてる人とかいっぱいいるんですけども、演劇がどんどんこう面白い文化になって、皆さんが見てくれてちゃんと生活できるような文化になるといいなと思ってます。今日はありがとうございました。続きまして優秀演出家賞の贈賞です。プレゼンターは昨年度大賞最優秀演出家賞を受賞された森慎太郎さんにお願いします。森慎太郎です。演出家賞を受賞された皆様、この度の栄えある受賞、心よりお祝い申し上げます。同時代を生きる皆様の作品にこの私も大変刺激を受けております。今後とも切磋琢磨して、果敢に、そして貪欲に、今この時代にふさわしい舞台作品を作っていけたらと思います。
おしまいに最優秀賞を獲得した私の良きライバルでもある上村君に一言、負けません。本当に本当におめでとうございます。それでは表彰に移ります。優秀演出家賞を受賞された方はお名前をお呼びしますので、ステージ中央へお進みください。小川恵里子さん、シスカンパニーロンサムウエスト、 CAT プロデュースヒストリーボーイズの演出で受賞されました。中鶴昭人さん、トラッシュマスターズ巨像の礎の演出で受賞されました。藤田俊太郎さん、オフィス宮本ザ・ビューティフルゲームの演出で受賞されました。和田健明さん、ウォーキングスタッフ304の演出で受賞されました。おめでとうございます。優秀演出家賞を受賞された皆さんに今一度盛大な拍手を。それでは最優秀演出家賞の贈賞を行います。最優秀演出家賞はシアター風刺家電、ボビー・フィッシャーはパサデナに住んでいる、炎アンサンディの演出で受賞されました上村聡さんです。上村さんは2014年は合計6本の舞台作品を演出し、精力的な活動を印象付けました。スウェーデン人劇作家のラーシュ・ノレーン作、ボビー・フィッシャーはパサデナに住んでいるでは、久しぶりに顔を合わせた一家4人の一夜の会話を通し、現代人が抱える心の闇や孤独を巧みに表現。レバノン出身の劇作家ワジディ・ムアワド作、炎アンサンディでは、母を亡くした姉と弟を狂言回しに、現代社会に深い影を落とす内戦の傷跡をえぐり出しました。上村さんには森さんからブロンズ像と副賞100万円が贈られます。最優秀演出家賞を受賞されました上村聡さんです。キャリアもスタートした時期も近くて、本当お互いちょっとこう意識せざるを得ないこう環境で10年間ぐらい演出をやったもので、なんか今森さんからお声をいただいてすごいこう感慨深いのと同時に、ここからまあ演出、僕たち演出プロパー演出しかやってない人間なんですけども、なんかこのようなタイプの演出家が今後の演劇界を引っ張っていければなんていう理想を今なんか勝手にこう抱いて、これをもらったと同時に抱いてしまって、なんか考え深いです。本当受賞の知らせを聞いた時は、このようなとても大きな賞を僕のような人間がいただいてしまっていいのかという思いもあったんですけども、本当大賞2作品ボビー・フィッシャーが朝田に住んでいると、このアンサンディは自分の中でも挑戦した作品で、その挑戦の思いに集まってくれたメンバーが高いクオリティを叩き出してくれて、
叩き出してくれたので、本当作品がこの賞を導いてくれたと本当感謝しております。ボビー・フィッシャーが世代に住んでいるという作品なんですけども、こちらのシアター風シカデンという劇場が初めてプロデュースした作品でですね、初め企画当初はその風シカデンの支配人でもあり、プロデューサー、それから表現者であり、俳優の那須小夜子さんからぜひその100人弱 の、 その劇場で緊密度のある大人の芝居をということで、何本か僕候補出したんですけども、この戯曲は本当大変というか、筋という筋もなく、物語が進行していく中で俳優がちょっとさらされていくような、そういう感覚を持つざらついた戯曲なんで、ちょっとまあこれできれば嬉しいなというぐらいでこう候補の一つにこうひっそりと入れてたんですけども、那須さんがぜひこれをやりましょうって言ってくれて、よしじゃあプロデューサーがそこまで言うなと思って、本当なんか結果なんか那須さん の、 手のひらの中で僕は本当好きにやらせていただいたなという思いで、本当那須さんはじめ風刺家電のメンバー、それから6ヶ月にわたり稽古をして付き合ってくれた、俳優陣の皆さんに感謝したいと思います。また炎アンサルティなんですけども、この作品中東を舞台にした作品で、稽古は去年の7月の終わりからで、本番を9月10月と迎えたんですけども、企画の立ち上げは3年前からだったので、その時はもっと世界を俯瞰した視線で表現に向かうことができるんじゃないかという思いがあったんですが、ちょっと私の甘い、見込みで、このように世界が生々しい状況の中での上映になるとはまさか思ってなくて、本当にその、僕のような着配者が言うのもなんですけども、表現する人間というのはみんなこの世界とどう向き合えばいいのかということを常に模索してるんじゃないかと思います。その中でこのアンサンディという芝居は50年にわたる、家族の物語を現在と過去、北米と中東を交差しながら、そしてたどり着くのは家族の衝撃的な秘密にというギリシャ悲劇にも精通したこの悲劇を、今日のこの日本人が演じることに何の意義があるだろうかということをすごい模索した作品でした。この企画に号を出してくれた世田谷の永井理事長、それから企画立ち上げからずっと作品を支え続けてくれた浅田プロデューサー、そしてその過酷な運命をたどるナワルという、役を10代から60代まで演じきった浅見玲さん、そしてキャストの岡本健一さん、中島修さん、那須小夜子さん、中村明夫さん、栗田桃子さん、小柳優さん、美術の永田さん、照明の澤田さんと、本当関わった人間、関わった方々をここで申し上げたいぐらい、みんなそのこの世界とどう向き合うかということを模索しながら作ってくれました。おかげでこの作品各方面から高い評価をいただくと同時に厳しい声をいただきました。そのことを真摯に受け止めてですね、受け止めると同時に、僕はその関わったメンバーと、表現に向かい合えたということを誇りにしたいと思っています。僕はもっともっとこれから勉強して精進していかなくてはと思っております。本当今まで出会ったキャスト、スタッフの皆さん、それから、ここまで僕を育ててくれた文学座の先輩、後輩、仲間たちに感謝を申し上げるのと同時に、何よりも、劇作家ですね、ラージュノレン、ワジディムワット、熱い思いの詰まったセリフを紡いだ劇作家たちに感謝を申し上げると同時に、またその言葉と巡り合えるように日々精進してまいりたいと思います。この度は誠にありがとうございました。